島の県にお越しの皆さん、せーの、こんにちは、ミュージスです。渋谷1109、40周年おめでとうございます。40周年記念のスペシャルキャンペーンでは、私たちミュージスが渋谷1109をチェックします。海外のグループの場所で私たちにチケットに行ってください。さらに私たちの初めてのコンパクスターも109で会社1なのでチェックしてくださいね。そしてもう一度シップのシップの号は8番になります。そうですね。さらに東京ドームでのイベントもありますよね。今年のタッチさんにも各地で楽しみにしていてください。私たちも皆さんにマイケットにも楽しみにしています。それでは私たちと一緒に渋谷109でショッピングを楽しんでください。以上、20歳でした。バイバーイ。見えるね、ここがもっと。
ピンクです。結構材質もしっかりめで可愛い。これもコレクションしちゃおうと思います。で、まず虹のポップアップショップで購入したものなんですけど、実は欲しいかったんだけど売り切れてたものもあって、1つ目はね、このトレカホルダーね、サニちゃんの可愛い。で、これも朝一の枠行ったんですけど、最後の1個だったんですよ。これがもうこの後追加されてなかったから、マジギリギリ買えて本当嬉しい。で、本当はあとこのハニちゃんのマスコットキーホルダーも欲しかったんですけど、それはもう売り切れちゃってました。で、あと美少女ビジュのアクリルのキーホルダーも欲しかったんだけど、それも全メンバー売り切れちゃってました。残念すぎる。もうめっちゃ人気なんだな。まあ、初日に行かなかった私が悪いんですけどね。次、まあ、やっぱ初日はね、ファニーズさんにちゃんと行ってもらって、こう私みたいに掛け持ちはねよりちゃんと、でもバニーズちゃん大好きな、バニーズちゃん大好きおかしい、大好きなバニーズちゃんに行ってもらった方がいいと思うんで。トレカも可愛すぎるんだけど、後ろも出てこい。ちょっと君にもスリーブだけ入れたい。ちゃんとスリーブ入れながらでも入るじゃろと思ってるんですけど、このトレカが可愛いマジで裏面が、ハニちゃんのトレカホルダーでした。このフォトカードセット3種類の子にしました。これは後で開けてちょっとニーズちゃんのトレカ入ってるファイリング入りにしたいと思います。これはね、まず普通に仕事で使えるかなと思ってマウスパッドを購入しました。これそんな高くなかったんだよね。うん、これもハニちゃんにしようかウサギちゃんにしようか悩んだんだけど、なんか色味的にこっちの方が好きかなって思ってこのウサギさんの方にしました。可愛すぎる。これはね、マジ実用。普通に仕事でパソコン使うんでめっちゃ使います。で、これが、地下1階のショップで買ったやつで、このバッグ、これがアパレルの方で買いました。可愛すぎるんだよ、このバッグ。こんな感じで裏面はめっちゃシンプルで虹のワッペンについてます。でさ、可愛すぎてさ、もうなんか買うつもりなかったんだけど、でもな、なんか T シャツを我慢したのを褒めてほしいT シャツを我慢してこのバッグだけ購入しました。めっちゃ可愛いよね。現場行くわけでもないからいつ使うんやって話ではあるんだけど、でなんかこれ一応ここにこう穴開いてて、穴開いててって言い方おかしいね、リングあってキーホルダーとかここに入れられるんで、それかケースをねこうやってつけられるんですよ、ここに。めっちゃ有能、さすがすぎる。いい感じのトートバッグを買いました。はい、じゃあトレカを収納、見ながら収納していこうと思います。このサンリオさんで先日発売された、このかわいいかわいいな、ちょっと韓国っぽい感じですよね。ぷっくりしたデザインのキャラのファイル、うちのポテッコちゃんとクロミちゃんとマイメロちゃんと全部買いましたで、ちょっと溢れてたトレカたち、なんかグループ的にキューポケのファイルに全然入れてなかったやつとかあったんで、普通に使ってます。ニッチャンにポテッコさん、今までのトレカをしまってるので、ここに入れていきます。で、このファイルの元々ついてたリフィルが優秀で、ちゃんと裏側もポケットあるんですよ、こっちと。これがね、めっちゃ良かった。思ったよりちょっと高かったんだけどさ、やっぱ日本製だからそこはね、良かったです。で、ビスかけていきます。どれが最初のビスだっけ、
ってのビジュナだろう。トレカを欲しくて行ったんですけど、ちょっとね、もうね、なんか階段がちらつかされてから、もう本当になんか集合を買っといた方がいいかなみたいな気持ちになって、このバカデカ缶バッジを買いました。ヨウンがセンターの方のビジです。はい、でケプラちゃんはちょっと現地でトレカを開けてちょっと交換とかもしちゃったんですけど、交換してもらって無事に全メンバーセルフィーは揃えられましたかな。で、なんかこのセルフィーはちょっと全員分揃えたくて、せっかくなんでたくさん買いました。1枚300円だったかな。で、ユジンちゃん、シャオティン、ヒヒロ、ヒヒョン、ヒカル、ダヨン、ケイちゃん、ヨン、ミソちゃんと、こんな感じでいい感じに星が2枚ずつになってます。かわいい。ちょっとこれはまたケプラーサイズというか、ちょっとサイズでかいやつですね。で、あとコンセプトフォトのトレカ、これは2枚買って、実は2枚ともマシロちゃんが来たんですけど、こちらも無事現地で交換していただいて、ヨウンちゃんとミソちゃんになってます。で、あとクリアトレカ、これだけ400円だったかな、ちょっと高かったんだけど、ではこの全員は引くことができて、自分で集合引けたのがマジで嬉しい。で、あとこれ交換してもらって、これもマシロちゃんとかだったと思うんですけど、自分で引いたのが交換、マシロとダヨンかな、交換してもらって、ユジンちゃんとミソちゃんになってます。イエイ。今はこんな感じでクラちゃんの方のトレカも買うことができて嬉しい。なんかこれすごい人気だったみたいで、
もうね、相変わらず言い忘れるんだ。